カルマルカサークルの実況パート2始めていきたいと思います。ゆうキャラをつまんだまま声の主の方を向く。知ってる制服を着た知らない女子が立っていた。このコウモリお前のか。マスコットを軽く振って尋ねる。ああ紛れもなくその子は私の可愛いクリックラだ。そもそもその子はクリオネだぞ。コウモリじゃない。クリック言われて、もう一度手のひらのマスコットをしげしげと見る。あー、酔っ払い親父が頭くらっくらしてんのをイメージして。誰がそんなイメージでマスコットを作るんだ。だがすぐに一周された。大体、クリックラは女の子だ。見ればわかるじゃないか。むっと小さな唇をへの字に曲げる。でも、さすまたみたいなものを持ってんぞ。クリックラは、女だてらに火消しをやってる設定なんだ。粋な子だろ。嬉しそうに歯がありした。一見大人びた印象があったが、そんな表情はやはり同世代の女子のもんだ。目が薄そうなんだが。そこが可愛いんじゃないか。常に薄汚れてる。それは君が踏んだからだろう。眉根を寄せた。どんな表情をしても絵になる。美人は君だ。まあ、名前も知らない女子がいくら綺麗でも俺には関係ない。運で悪かった。返す。軽く怒りほどになってからマスコットを差し出した。ああ、ずっと探してたんだ。感謝する。まずに気づいてくれたらもっと良かったんだが。クリックラは強い子だから君が平気だ。クリックラだ。クリックラ向きになる。ちょっと面白い。さっきなんて言った。クラックラやいいから、ほら。俺はマスコットを乗せた手を前に。まったく、君は少し変わってる。黒髪女子が俺の手からマスコットを手に。切な。もっと悪い。わずかに静電気を感じて、俺は彼女のマスコットを落としてしまった。あ、いや、気にしない。目の前の女子は急に落ち着かなくなる。どうして急に。原因がわからない。だって、チラッと俺の顔を見上げ、ちょっと目をかうむんでいた。そんな、私がそんな短絡的な。真っ赤に染まった方に両手を当てかぶるように。君唐突に差し出したセンスが俺の喉元に突きつけながら見つめられる。というか半分に睨んでる。なんだ。なぜだ。何がだよ。会話になっていなかった。だっておかしいんだ。こんなのってありえない。だから何がおかしいんだ。それはその、いや、そんなこと初対面の君に言えるか。赤面に進むとなって切れるなよ。そんな、こんなのってあるか。いや、こういうものなのか。こんなにいきなり来るものなのか。なみなみでブスブスが何か言っていた。もう耳まで真っ赤だ。おい、お前マジで大丈夫か。いろいろな意味で失敗になった。一歩近づく。ダメだ。見るな。挙動不審な女子は扇子を広げて顔を覆い隠した。こんな恥ずかしい私を見ないでくだされ。時代がかったことは拒絶された。もう秋がわからん。おい、もし調子悪かったら病院に。いいから私に触るな。黒髪をなびかせて走り去っていった。
道端にマスコット放置した。なんなんだよ。ただいま。あ、こう書いた名前わかる。良一。多分良一。おかえり、良二。おう、飯はどうする？適当に冷凍食品買ってきた。いいだろ。ああ、食えれば文句は言わん。俺の家、俺の家主、兼担任の寮人と、そんな変わり映えのない会話をしたり、あと、超簡単に夕食をやっつける。これでも随分マシになった方だ。俺が来るまでは毎日外食だったらしい。ごちそうさん。二人とも5分で食い尽くす。味も素っ気もない家族の気持ちだ。さて、洗っちまうか。食器持って立ち上げる。お前が来たから食器が心もとないよな。これだと客が来たら足りない。じゃあ、料人の教えてくれたところで今度見てくれよ。リサイクルショップでか？あそこ食器なんてあるのか？ななみさんは何でもあるって言ってたじゃん。あいつは何でもオーバーに言うからな。苦笑気味に柔らかく笑う。病人はななみさんの話をするとたまにこんな顔を見せた。なあ、カイト。何？そろそろこっちに馴染んだか？ああ、嘘をつく。それくらいの気遣いを俺だってする。そうか。こっちの生活、楽しめよ。病人がまたあの笑顔になった。わかってるよ。ほんの少しだけ、俺の胸が痛んだ。よう。おう、今朝は遅めだな、カイト。おはよう、海くん。教室に入るといきなり幼馴染のナルミネ兄弟と顔を合わせた。アン、教室が違うぞ。いやいや、ダイが教室でぼっちになってないか心配でさ。頬をかきながら微笑して言う。あ、納得すんなよ。俺はそんな寂しいキャラじゃねえよ。朝っぱか双子の姉にいざいと弟憤慨していた。今のは割と冗談なんだけど。割とかい。真の顔を見に来たんだけど、またいつものやつみたいね。と空っぽの朝日奈の席を見ながら言う。いつものやつとはバイトのための自主休校のことだ。昨日のあいつの姿が頭に浮かぶ。バカじゃねえの？めちゃくちゃ元気そうだった。昨日話した時は元気そうだったし、多分そうだろうな。え、海くん、シンと仲良かったっけ？いや、悪い。短く生き。っていうか、あいつ男はみんな嫌いだろう。自分で言ってんだ。ああ、私は口で言うほどでもないと思ってるんだけどね。嫌いっていうより苦手なんじゃないかな。本当はいい子なんだよ、マジで。だから、海くんもあんまり嫌わないでやってね。両手合わせて拝んでくる。俺の方が別に嫌ってない。とはいえ、近づくといろいろ面倒なので基本返してる。姉ちゃん、寄れ。あっと、じゃあ、私自分の教室戻るから。海くん、ぼっちの弟をよろしくね。手を振ってきた。ああ。俺も軽く振り返す。だからぼっちじゃねえよ。カイトも返事すんなよ。ダイゴのクレームを無視して、なるみ姉は、なるみ姉かな。姉は軽やかな足取りで教室を出て行った。ほらダイゴ、もう寮に来てるし座ろうぜ。ったく、本当にうちの姉ちゃんはよ。悪態をつきながらダイゴは自分の席に着く。大吾はアンにか頭が上がらない。双子でも姉や兄というだけでああなるんだろうか。俺のようにいとこの両人に生活の面倒を見てもらっているのはいざ知らず。
とりっこの上には想像つかない。おう、本礼なったぞ。全員座れよ。考え事をしていると普段の人物が現れた。俺もせっさと席に着く。あいつは、俺の目線は両人の後ろにいる女性とに固定される。あの子誰？あんな子いたっけ？うちのクラスの子じゃないって。転校生じゃないの？教室がわずかにざわめき出す。退屈な日常に突然投げ込まれた軽いイベントといったところか。美人だな。隣の大吾がそんなことを言ってくる。まあな、軽く相づちをする。それだけ特に大きな考えはない。お察しの通り、転校生を我がクラスにお招きすることになった。細かいことは言わん。仲良くしてやってくれ。俺からはそれだけだ。天ヶ瀬、あとは頼む。はい。両人のあっさりした前置きの後、天ヶ瀬かなと呼ばれた女子は一歩前に出た。天ヶ瀬夏希です。家の都合で急遽聖海学園に転入することになった。2ヶ月遅れのクラスメートだが、早くみんなの良き友人になれるよう、粉骨最新の覚悟で誠心誠意努力する所存だ。日下部先生のおっしゃる通り、仲良くしてくれると嬉しい。よろしくお願いします。すっと静かに頭を下げる。綺麗な、でもごく自然な所作に俺は少し感心した。きっと普段から礼儀には気を使ってるんだろう。だがちょっと変わった話し方だな。ああ、同意せざるを得ない。見た目と相反して天ヶ瀬の口調は少なくとも今時の女子のそれとはかけ離れていた。まあ俺には関係ないが。さて、サプライズも終わったことだし、ホームルームに入る。天ヶ瀬、席につけ。この列の一番後ろだ。両人は俺の座っている席の列のを指で指し、はい、涼しげな微笑と共に歩き出す。天ヶ瀬さん、よろしくね。後でお話しようよ。周囲の女子がもう第一次接近遭遇を試みていた。ありがとう、楽しみにしている。少しだけ緊張の糸を緩めた笑顔で天ヶ瀬を返す。性格も良さそうだな。いいじゃんな、カイト。確かに口調を除けば天ヶ瀬の好感度は高い転校生と言えよう。だが俺には昨日の一件がある。正直どう接していいのかわからない。思考している間に天ヶ瀬と目が合った。すぐ真横で天ヶ瀬が立ち止まる。な口をパクパクさせていた。まるで酸素の足りない金魚のように。なぜ君がここにいる。顔を瞬間沸騰させて一目ばはをかけて叫びやがった。さすがにこれでは無視はできない。ここは俺のクラスだ。なに？ガタンと音を立てて3歩後進むか天ヶ瀬。それほど嫌なのかよ。さすがの俺も微妙にへこんだ。よりにもよって君と同じクラスだと。なんてことだ。センスを広げた顔を、俺の顔も見たくないという意識の表現。あからさまつぶれたの。おいカイト、お前何転校生いじめてんだよ。隣の大吾に肘すすがれた。いじめてねえよ。できれば声を大にして叫びてやがった。俺と天ヶ瀬のやりとりを見て、ざわざわと教室でそこかしこにざわめきが起こる。ん？どうした？見かけ、天ヶ瀬。両人が怪我な顔になる。いかん、両人に迷惑かけたくない。なんでもありません。すみません。はい、ごめん。転校生とハモってしまった。ん？仲いいな、お前たち。ハモ出ていなかったけど。仲良くありません。仲良くない。いや、仲いいだろ。めっちゃ気合ってるじゃん。大吾に呆れ気味に言われてしまった。君の
せいで転校早々みっともないことになってしまった。恨むぞ、ミカゲとやら。君まで赤くした転校生に一目で見かけないか。なんでだよ、お前が変なためだろ。俺、お前に何かしたか。裏立ってスイクに。いや、それはそうだわ、私だってこんなの初めてなんだ。仕方ないじゃないか。天ヶ瀬は口元に手を当てて何かゴニョゴニョ言い出した。天ヶ瀬、頼む。御影は後でいつでも貸してやるから、今だけは席についてくれ。両兄がため息と一緒に言葉を吐く。ちょっと教室が湧いた。ひでえ、勝手に俺を連絡しないで。すみません、本当にすみません。天ヶ瀬はギクシャクとした動作で後ろへと移動を開始再開した。待て天ヶ瀬、もうこいつとはこれ気にしたい。俺は制服のポケットからブスを取り出したが進める。なんだ、射抜くような視線。でも涙目、忘れ物、コウモリ。昨日預かったマスコットを無線としたまま差し出した。この子はクリオネだ。物覚えが悪いな、君は。天ヶ瀬は小刻みに震える手で俺からマスコットを受け取った。 YouTube とかでクリオネの捕食シーンとかが見れるから一回見た方がいい。イメージが崩れる。そしてプイッとそこを向いて歩き出す。サニーは天ヶ瀬がこすりと言った。もう落とすなよ、俺は心の中でそう呟いた。天ヶ瀬さん、ねえねえ、部活はどうするの？ああ、まだクラブ活動は何も決めてないんだ。園芸部楽しいよ、見学大歓迎。放課後、天ヶ瀬を中心に女子の間ができる。転校生効果が大した人気だ。さて、じゃあな、大吾。え、もう帰んのか？授業は終わった。もう教室に用はないだろう。なんだよ、天ヶ瀬さんとちょっとは話せばいいじゃん。いな、じゃあな。行って女子の集団に気線を向けて問い口へと向かう。一瞬天ヶ瀬とか視線があったが、すぐそらされ見事に嫌われた。納得はいかないが、まあいい。見かけ、待て。草壁先生。おう、まだいたか、よかった。廊下に出るとすぐ両人に捕まった。何ですか？一応学校なので丁寧語で受ける。悪いが、今から朝比奈のとこに行ってくれるか？はあ？だが、あまりに意外な一言にすぐに字が出た。あいつ、今日はついに欠席の連絡をよこさなくてな。もともとしょっちゅう休むやつだったが、さすがに無断欠席は看過できない。携帯は？お客様の都合でおつなぎできないとよ。たく、通話料金くらい払えよ。大丈夫だとは思うが、一人暮らしだからな。万一のこともある。お前、顔を見てこい。それだけでいい。絶対あいつは大丈夫だと思うけど、元気じゃない朝日奈なんて想像できないぞ。男嫌いの不登校女子を訪ねるのか。かなりいい感じに面倒ごとに匂いがする。ひな、回避推奨だわ。そんな顔をするなよ。これを機会に仲良くなってこい。約束だろ？全然全くこれっぽっちも嬉しくねえ。とはいえ、家主の言うことに逆らえるはずもなく。かったり。俺は仕方なく朝比奈の家を目指して重い足を引きずる。女子の家、一人で訪ねるのかよ。こっちに来てから男のたちの家にだって行ってられるぞ。どんだけ無理ゲーか。せめて大吾の家とかならまだ。あ、大吾で思い出した。朝比奈と唯一まともに会話できる人物がいた。あいつに同伴を頼むか。携帯の電話帳を開く。なるみ姉の方。
俺は早速姉の方に電話した。もしもし。あ、もしもし。俺俺。振り込まないぞ。詐欺と勘違いされたわ。声でわかったぞ。嘘嘘、冗談だっての。海くんから電話なんて珍しいじゃん。何？姉の方のお前に頼みがある。私、海くんの中でそんな扱いかよ。俺は両人に頼まれたことを簡単にアンに説明した。ああ、ごめん。言ってあげたいけど無理。なんでだよ、言ってくれよ。むしろお前一人で言ってほしいくらいだ。今日、私部会やるから、あと手抜くな。使えない姉だな。吐き捨てに。海くんの姉じゃないよ。その呼び方やめてよ。わかった、じゃあな。え、あ、ちょ、あたしも言いたいことが。俺は何の身でもなくアンとの会話を打ち切った。やれやれ、ついてねえな。朝比奈を訪ねて寮へ。だが朝比奈さんかい。もうずいぶん前に引っ越ししたよ。あ、俺は親切な旅館のおばちゃんに朝比奈の現住所を教えてもらう。仕方なくそっちを目指す。あ、上島。書いてもらった地図には確かにそうあった。あそこ無人島だろ。あいつふざけて適当な住所を教えてないか。と文句言ってるうちに道はどんどん狭くなり、舗装道路ではなくなり、雑草があふれる獣道。おいおい、俺が一旦引き返そうかと考え始めた頃、急に開けた場所に出た。こんなとこにテント？ここに住んでんの？一人暮らし野宿。あ、今回の実況はとりあえずここまでにしたいと思います。次回ここからスタートしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。